バス停柳川市、コミュニティバスは、福岡県柳川市にて運行している、コミュニティバスである。ベニバナ号の愛称が付けられている。2004年4月から、柳川市内の西鉄天神大牟田線、西鉄バス、堀川バス沿線外の公共交通空白地域の、解消を目的として運行されている。使用料は、小学生以上が1回利用につき100円。 未就学時は無料。回数券がある。道路運送法第79条の規定に基づく自家用自動車による有償運送であるが、運行業務はバス会社に、車両の管理業務は柳川市社会福祉協議会に委託されている。路線ごとに曜日を限定して運行し、日曜日、年末年始は全路線とも運休する。2004年4月に柳川市が 利用対象を高齢者及び身体障害者に限定して運行開始した柳川市福祉巡回バスが全身で2005年に柳川市が三橋町、山和町と合併して柳川市となった際に継承された2006年10月1日に堀川バスが柳川市内の路線の大半を廃止した際に代替交通とするためダイヤ改正 路線再編が行われ、同時に福祉巡回バスの名称を継続しながら、利用制限が撤廃され、誰でも乗車可能となった。柳川市から継承したため旧三橋町、旧山和町域では運行されていなかったことでの地域格差を解消することを目的に、2011年からは旧三橋町域及び旧山和町域でも試験的に運行を開始した。 旧三橋町域、旧大和町域の路線は運行開始当初より、コミュニティバスと称したが、2012年度から旧柳川市域の路線も、福祉巡回バスから、コミュニティバスに、名称変更している。福祉巡回バスの路線図以下の路線がある。いずれも矢印方向のみの循環路線で、中心市街地にある、市役所柳川庁舎、柳川病院。 柳川ショッピングモールなどと各地区を結ぶ。日曜日、年末年始は運休するが、日曜日、年末年始以外の祝日は通常通り運行する。なお、市街循環線は西鉄柳川駅東口に停車するが、それ以外の路線は西鉄柳川駅は経由しないので、駅西側の国道208号沿いにある柳川ショッピングモール内に設置された。 停留所が同駅もより停留所となる。陰は、始発便の始発打ち、陰は、最終便の終着地、四北部の河町地区を循環する、路線。2ルートがあり、どちらも月、水、金曜日のみ3本ずつ運行。四北西部の筑後川と沖橋川の間の干拓地を循環する路線。日、木、土曜日のみ5本運行。 市南西部の沖橋川と塩塚川の間の、干拓地を循環する路線。2ルートがあり、どちらも日曜日、年末年始を除く毎日3本ずつ運行。旧大和町を循環する路線。東ルートは日、木、土曜日、西ルートは月、水、金曜日、南ルートは月、水、金曜日にそれぞれ4本運行。旧三橋町を循環する路線。 日、木、土曜日に4本運行。柳川市の中心市街地を循環する路線。廃止された西鉄バス柳川病院循環線の、代替として2021年10月1日より3年間の実証実験として運行開始。日曜日を除く毎日運行。1回の運行で同一区間を2周する。1日5本運行。 15人乗りのトヨタハイエースを使用している。赤色地の車両と白色地の車両があり、各社にベニバナ号の愛称が付けられている。出展、柳川市、コミュニティバスについて平成25年度第3回、柳川市外部評価委員会会議資料、2013年5月16日、平成24年柳川市議会第1回定例会、有明新報社。 ON ライン平成16年4月2日版10月から福祉巡回バスが便利に引く広報柳川2006年9月1日号 P4 有明新報社 ON ライン平成18年10月2日版、AB 優勝コミュニティバス事業内容の見直しによる改善効果に係るヒアリング結果福岡県庁ホームページ4月2日から 福祉巡回バスで、温水プールへ行けます広報柳川2007年3月15日号、P10 山と、三峡にコミュニティバス広報柳川2011年10月15日号、ピアニッシモ、2から30月1日から、コミュニティバス新路線、市外巡環線の運行開始柳川市、2021年9月17日。ありがとうございます。